社会人の俺、田中優斗は家事工房で下働きをしている。おい優斗、ここ掃除やっとけよ。それが終わったら日用品の買い出しだ。ちゃちゃとやれ。はい、親方。この工房は料理人のためにオーダーメイドの包丁を作っている。俺も弟子入りして数年経つのだが。何ちんたらしてんだ、早く行け。家事をするのなんざ10年早い。下働きがお前の仕事だろうが。そう、俺は雑用として親方に毎日こき使われていた。こんなに何も作らせてもらえないのって普通なのかな。朝から晩まで拘束されて給料はスズメの涙。こんなんじゃ他に何もできやしない。それでもいつか理想の包丁を作れたらと俺は夢見ている。幼い頃に職人が作った包丁、その美しさを見た瞬間に人生をこれに捧げようと誓った。とりあえず早いとこ掃除済ませないと。あ、親方、窓にホコリがないかまでチェックするからな。少しでもアラがあったら叱られるし。それから季節が巡ったある日、俺はとうとう勇気を出して懇願した。親方、俺にも包丁を作らせてください。はあ、何言ってるんだ優斗。お前はまだ見習いの身。そもそも包丁の作り方なんて教えてないだろ。まだ早いってな。はい、でも親方の仕事を見て覚えました。一度でいいんです、お願いします。そこまで言うなら仕方ないな。いいぞ、一本作ってみろ。言っとくが、俺は何も教えないからな。ありがとうございます。やったぞ、ついに包丁が打てるんだ。工房を使わせてもらうのは初めてだな。緊張するけど、それより楽しみの方が勝る。何度も何度も繰り返しシミュレーションしてきたんだ。きっとできるはずだ。よし、やるぞ。親方はこれまで作り方を一切教えてくれなかった。だから見て盗んだ技術を自分なりに発揮する。はあ。いいぞ、ここまではイメージ通り。完成まで一気に作り上げる。よし、できた。俺だけの包丁。自分で言うのもなんだけど、結構いい出来なんじゃないか。早速親方に見せてみよう。どうですか親方。これはすごいな。ということは、どうすればこんなに不出来に作れるんだ。こんな生蔵使い物になりゃしない。お前は一生下働きしてるのがお似合いだよ。そんな。あの一体どこが悪かったんでしょうか。なんだ、一丁前に食ってかかってきて俺の目に文句があるってのか。それならもういい、荷物をまとめて工房から立ち去れ。え、首だと言ってるんだよ。自分ではうまくできたと思ってたけど、全然ダメだったんだ。親方が言うならそうなんだろう。わかりました、ここを去ります。今までお世話になりました。その翌日。こんにちは親方。ああ、これはこれは、氷室社長、ようこそお越しくださいました。いつもうちの工房と料理人の方々をつないでいただいてありがとうございます。今回依頼しておいた包丁はこれ。ええ、そこに並べております。自信作ですよ。あら、これは誰が作ったの。ああ、それは弟子ですよ。いや、もう辞めたから元弟子か。昨日才能ないって言って追い出したばかりで。追い出したって。いや、打たせろ打たせろってうるさいやつだったんですよ。雑用を押し付けるために雇ってたんですけど。ああ、これは余計な話でしたな。そんなことより新しい弟子を紹介させてください。彼は高橋と言って。どこ。え、その元弟子の連絡先を教えてもらえる。至急ハリアップ。あ、はい。その頃、自宅にいた俺は、ああ、次の仕事探さなくちゃな。この年まで下働き以外何もしてなかったのに、雇ってくれるところなんかあるかな。誰だろう。
田中裕太くんね。よかった、うちにいてくれて。あなたは工房と料理人をつなぐ仲介会社の社長、氷室玲香よ。工房に頻繁に出入りしていて、俺も挨拶したこともあった。あなたの作った包丁、見せてもらったわ。とても素晴らしい一品だった。俺の包丁がですか？何かの間違いなんじゃ。いいえ、私はこれまで何千本と包丁を目にしてきたんだけど、あなたほど美しく作れる職人は見たことがないわ。レイカさん、ユータ君、ぜひ私と組んでくれないかしら。もちろん相応の待遇は約束するわ。俺はこの間までずっと下積みで、ようやく包丁を打てたと思ったらクビにされて、そんな俺にチャンスをくれるなんて、嬉しくて涙が出そうです。俺の方こそお願いします。精一杯頑張ります。だから麗華さんの元で働かせてください。決まりね。となれば、あなたの実力にふさわしい設備を用意しなくちゃ。そして勤務初日、ここが今日からあなたが働く工房よ。こんなすごい工房、俺のためにわざわざ備えてくれたんですか？あら、言ったでしょ、相応の待遇で迎えてあげるって。でも俺なんかにそんな。自分を低く見積もらないで。ゆうとくんにはそれだけの才能があるの。私の目に間違いはないわ。しっかり働いてくれたらすぐに元は取れる。だから頑張って。はい。早速だけど、これ依頼人からの注文内容。有名料理人なんだけど気難しい人でね、包丁でも妥協はしてくれないの。当然要求水準は高くなるわ。引き受けてくれるかしら？もちろんです、やらせてください。ちなみに依頼人が前に使っていた包丁がこれよ。こんなになるまで毎日使い込んでくれたんですね。そんな人に使ってもらえるような包丁を作りたい。よし、それじゃあ作業開始します。応えるんだ、麗華さんの期待に、そしてお客さんの依頼に。初仕事を終えた俺は麗華さんに納品した。そしてその包丁は依頼人の元に届けられた。おお、この包丁は素晴らしい。私の手のひらにしっくりと馴染む。切れ味も抜群だ。いい包丁を使うと心がたぎる。この才能に負けないよう私も頑張らねばな。ゆうたくん、また次の注文が来たわよ。本当ですか？それだけじゃない。先日納品した料理人はあなたの包丁の品質を絶賛していたわ。素晴らしい品をありがとうと。俺の包丁を？それだけじゃないわ。他の料理人たちに納品した包丁、それも使った人たちがすごいって言ってる。業界内に噂が広まり始めてるわ。そんな風に言ってもらえるなんて夢みたいです。当然よ、私が見込んだ腕前だもの。それにしてもこんな才能をみすみす逃すなんて、あの工房の親方見る目がないのね。その頃俺の元いた工房では。おい雑用、さっさとお茶ついてこいよ。それが終わったら掃除と買い出しだ。新人だからってサボんなよ。この調子だといつまで経っても打たせてやんねえぞ。なんなんだここの親方の横暴さ。前に働いていた人よく耐えられたな。俺には無理だわ。ああ、やってらんねえ。証拠代わりに SNS にアップしとっこ。それから1ヶ月が過ぎた。俺は毎日包丁作りに精を出している。充実した日々だ。様子見に来たわよ、ゆうたくん。麗華さん、お疲れ様です。もうすっかり人気の包丁職人になったわね。あなたを指名する料理人が後を絶たないし。でも仕事多くない？きつかったら断るけど。いえ、全然平気です。今は包丁を作れるのが何より嬉しくて。そういえば聞いた？あなたが前いた工房、親方の横暴を新弟子さんが SNS で晒してた件。そうなんですか？親方、まだそんなことしてたんですね。今やあの親方はネットを中心に大炎上中。
それに対して料理人たちが苦言を呈したら、そこにも暴言を吐いて、ゆうとくんが台頭した今、もう包丁を彼に頼む人はいなくなるでしょうね。そうですか。そうだ、ところでゆうとくん、考えてくれた？あなたが弟子を取るっていう話。はい、先日面談もさせていただきました。で、どうだった？素直でとてもいい子でしたよ。それで、よく考えて決めました。彼のことを受け入れたいと思います。そう、嬉しいわ。あなたならきっといい師匠になれる。前の親方には辛く当たられたけど、それを反面教師にできると思うんです。見て盗むんじゃなくて、ちゃんと教わって学ぶ。その方が成長も早いでしょうし、俺も人に教えることで成長できるでしょうから。そうね。楽しそうに話して、本当に仕事が好きなのね。いい包丁を作ってくれるの、これからも期待してるわよ。はい。絶望から俺を救ってくれた麗華さん、彼女のもとで俺は理想の包丁作りに邁進するのだった。